5G 株、村田製作所、なぜ最強。今回のテーマです。1、村田製作所ってどんな企業なのか。2、村田製作所の強さの秘密は。3、村田製作所の株価は今後どうなるということで、1番、村田製作所ってどんな企業なのかというところから見ていきたいと思います。村田製作所の株価推移はですね、現在このような形で推移してきた企業ということになります。1999年から2000年にかけてですね、ものすごくこう急騰してますよね。これは IT バブルが起きて、弾けたという株価推移というふうに解釈していいと思います。あとは2013年からですね、また株価が急上昇してきてますけれども、これはアベノミクスの影響が一番大きいというふうに解釈していいと思います。はい。で、村田製作所ってどんな企業なのかっていうと、一言で言うと電子部品を扱うメーカーという言い方ができると思います。世界ナンバーワンシェアの商品を多数持っているということですよね。あとは特徴的なところとしては、海外の売上比率っていうのが 90% を超えていると。国内 10% で海外が売上の 90% ということですよね。なので、全世界を対象に、村田の部品っていうのは、活躍しているという言い方ができると思います。実際どんなところに部品が使われているのかっていうことなんですけれども、例えばスマートフォンに800個、ノートパソコンに900個、あと自動車に1800個、それからテレビに300個ということで、スマートフォン、ノートパソコン、自動車、テレビ、こういったところにたくさんね、使われているのが、村田の部品ということが言えます。で、特にその中で今後成長が期待できる、主力産業の一つっていうのが、電子部品業界ということですけれども、電子情報産業自体が336兆円市場という巨大市場だと言われているわけですね。もちろんこれは全世界の話です。全世界で電子情報産業が336兆円と、そのうちの86兆円ということで約4分の1が電子部品ですね、の関連産業ということです。なので、村田製作所はですね、この86兆円の電子部品産業が、一番主力の、事業ということになるということですね。はい。今まさに 5G 時代という、時代に入ったと。今年2020年3月下旬からですね、5G のサービスっていうのが始まって、ここから3年ぐらいかけて 5G っていうのが広がっていくということですよね。特徴としてはね、高速大容量、多接続、こういったのが 5G の、キーワードとしてよく言われているところです。で、5G が与える影響ということで、ここからですね、あとね、約5年ぐらいかけて、2025年ぐらいまでに、市場がですね、4倍ぐらい大きくなって、約1336兆円まで、この 5G 関連産業というのは大きくなるというふうに期待されているということですよね。今が全世界で336兆円ぐらい。で、それがあと4倍ぐらい、大きくなって1336兆円ぐらいまで拡大するんじゃないかというふうに言われています。で、そうした時に、例えば 5G ということで、もちろんそのスマートフォンとかっていうのは一番わかりやすいですけれども、その技術っていうのが使われることによって、例えば車の自動運転システムとか、もしくは専門医がいない遠隔地への医療機器遠隔操作とか、災害時の危険な場所へのロボット遠隔操作とか、あとは監視カメラなど、高解像度映像通信とか、こういったいろんなところにですね、今からこの 5G の技術っていうのが、応用されていくというふうに期待されているということです。はい。で、村田製作所自体は、3つの分野に特に注力していきたいという構想を発表しています。一つはオートモーティブ。簡単に言えば自動運転の技術ですよね。そして、ヘルスケア、医療分野、あとエネルギーですね。こういったところで、数多く使われる部品というのをこれからもですね、製作して、そして実際に使ってもらうという構想を持っているということです。はい。ということで、5G 関連部品の市場シェアということでですね、7項目で1位ということで、例えば韓国のサムスンとかですね、こういった非常に有名な企業を抑えて、ある特定の部品に関して言えば、もう市場シェア1位というのを獲得しているのが、日本の村田製作所ということになります。はい。村田製作所っていうのは 5G 時代には絶対的に必要とされる企業ということですね。はい。で、今回は村田製作所が最強という、テーマになってるんですけれども、もともとのね、高度な技術に、時代の流れに合わせた最新技術っていうのを、掛け合わせているという、ことが言えるんではないかと思っています。で、もともとはセラミックの会社と、陶器からセラミックですよね。そう、陶器とかセラミックっていうのがもともとの村田製作所のスタートだったわけですけど、そこから時代の流れに合わせて、どん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 ね、最新の技術に対
対応して、今ではそのね、例えばパソコンとかスマートフォンとか、そういったところの、ね、でたくさん使われる部品に、を提供するまでに至っているということです。まあ、今、ご覧いただいているのは、ね、創業者の村田明さんという方の顔写真ですけれども、もともと創業者の村田さんは、陶器を製造する小さな工場の、まあ、息子さんだったということですよね。そこに、ね、なので、まあ、陶器からセラミック、そしてあとは時代の流れに合わせてどん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 ね、その技術とか製品の性能を上げていって、今では世界トップシェアまで上り詰めるまでの企業になっていったということです。はい、企業理念ですね、っていうところで、まあ、技術を錬磨し、科学的管理を実践し、独自の製品を供給して文化の発展に貢献し、信用の蓄積に努め、会社の発展と協力者の共栄を図り、これを喜び感謝する人々と共に運営するという、まあ理念ですね、まあ、社勢を持っているということです。で、1944年ですね、まあ、今から76年ぐらい前、という話になりますけれども、村田製作所が創業したということですよね。まあ、太平洋戦争が1945年で終戦してますから、まあ、太平洋戦争終戦間際というところで村田製作所は創業しているということです。最初はラジオの、ね、部品から始まっているということですね。それから1966年ということで、まあ、高度経済成長期に、まあ、この村田製作所の、ね、代表的な製品の一つである、まあ、積層セラミックコンデンサーというのが誕生したということですよね。まあ、これがまあ、ね、例えばカラーテレビの普及、ね、要するに村田製作所というのはテレビの部品を作っているわけですから、カラーテレビが普及すれば当然その部品も普及していくということで、まあ、業績拡大のきっかけになっているということですよね。あとはまあ東京オリンピックというのが1964年に行われましたので、その東京オリンピックを機会としてテレビが広がっていき、テレビが広がっていったならば、そのテレビに使われる村田の部品というのも広がっていったということですね。はい、それから1977年、村田製作所としてはヒット商品の一つであるセラロックというのが誕生しているということです。これはパソコンの部品として使われているということですね。はい、それが1991年ですね。まあ、これはちょっと面白いなって感じてるんですけども、まあ、村田製作くんというね、まあ、ある意味ロボットっていうのが登場していたりするということです。はい、そしてまあ冒頭の方でも申し上げたんですけれども、1999年に株価が1年で5倍というふうに急にこう急騰しているという、ね、ことが起きています。これはね、アメリカのマイクロソフトですね、の OS 基本ソフト Windows ですね、の携帯電話の普及、そしてデジタル家電の登場ということで、まあ、1990年代後半の IT バブルっていうのは、まあ、製品に欠かせない電子部品をかける、手掛ける村田製作所にとってまさに業績拡大の絶好の機会だったということです。なのでパソコンがものすごくね、今からこう全世界的に普及するっていうタイミングで、ね、じゃあもうパソコンの、ね、製造には欠かせない村田の部品も普及するんじゃないかということで、1年で株価が5倍に急騰したということですね。実際この年は、ね、株価が急騰しただけではなくて業績も良かったということです。はい、それからちょっと時間がかなり経って、2014年ですね、メガソーラーシステムの設置っていうのを始めているということです。そして2017年、今から約3年ぐらい前から、まあね、M&A っていうのを特にこう強化していっています。ソニーの電池事業を買収したり、アメリカのヘルスケア企業を買収したりっていうのも行っているということですね。で、コロナ前の株価っていうのが6710円で、まあ、コロナショックで1回4847円まで下落したのが、また今コロナ前に戻ってきているという株価推移になっています。はい、それでは次、村田製作所の強さの秘密はということなんですけれども、まあ、今回は大きく3つですね、ちょっと、ご紹介したいと思います。はい、村田製作所の強みとはということで、1ですね、真似のしにくい商品を見つけて製品化するということです。垂直統合の考え方ということで、まあ、製造から販売っていうのをですね、まあ、自社もしくは自社グループで、ね、やっていくという考え方ですね。で、素材から製造装置までを自社で自前で手掛け、製造工程をブラックボックスかということで、まあ、自分たちで作ることによって、まあ、その、ね、差別化の要因っていうのは外部からは見えない形にしているということです。
はい、それから改善活動で徹底するコスト意識ということで、改善業務を専門とする改善士を中心に、科学的な手法でコストも分析しながら改善効果を確実に引き出すということですよね。まあ、日本人の強みである改善というのを、まあ、村田製作所も徹底しているということですよね。あとは即断即決で対応できる人材育成ということで、開発生産販売まで幅広い業務の知見を持った人材の存在の育成ということですね。まあ、現場にたくさんの社長を、まあ、作っていくと、まあ、実際の社長は一人なわけですけど、実質社長になれるようなですね、まあ、即断即決即行動ができるような、まあ、そういった人材を、どんどんね、育てていくことで意思決定のスピードを早め、消費を逃さない、まあ、こういった特徴が村田製作所にはあるということです。で、実際株価がですね、まあ、今かなりこう高値圏で推移してるんですけれども、まあ、今回の好調要因っていうのを考えてみたならば、まあ、外部環境の機会チャンスとしては 5G 時代の到来で、パソコン、スマートフォン、自動運転、遠隔医療等の必要な電子部品の需要が高まっていると、まあ、こういう外部的な機会チャンスっていうのが発生しているということです。それに対して村田製作所が持っている強みっていうのは、村田製作所だけが持つ高い技術力に加えて 5G 関連に関する多くの関連部品で、まあ、すでに1位を取っているということですよね。だから高い技術もあるし、実際に実績も伴っているということです。だから 5G 時代、それで今からね、パソコン、スマートフォン、そういったものがどんどんまだ伸びていくとした時に、まあ、それに対応できるだけの高い技術力を持っているし、実際に実績に裏付けされた、まあ、信用というのがあるということですよね。まあ、それで株価が上昇しているというふうに分析することができると思います。はい、それでは次3番、村田製作所の株価は今後どうなるということでやっていきたいと思います。今この動画を話している現時点で、村田製作所の株価は6615円という株価になっています。はい、今後の株価はズバリ6681円を予想したいと思います。はい、予想の理由です。 5G 時代という時代の流れに高い技術力で対応し続けている超優良企業、まあ、それが村田製作所だということですよね。で、まあ、投資家からももう十分、その、ね、超優良企業であるという評価をされているので、まあ、現在の株価は妥当だというふうに判断しています。それが今回の予想の株価予想の理由ということになります。以上です。ありがとうございます。幸運を。